ベッパー -12 ベープル12モロトは、ロシアのモロト社が生産する、セミオートマチック式散弾銃、およびそのシリーズ名である。モロト社はもともと、世界的に有名なアカム自動小銃を、軽機関銃として、強化、回収した、RPK 軽機関銃の生産で有名なメーカーで、あるが、この RPK シリーズの機関部を流用した狩猟や、スポーツ向けセミオート式ライフルを新たに開発し、 ベイプルシリーズとして販売している。ベイプル12モロとは、ベイプルシリーズ内の後継12ゲージを扱える三段銃モデルであり、シリーズの中でも特に外観から内部構造まで AK シリーズに近い軍用自動小銃のスタイルを持ったタクティカルショットガンである。ベイプルシリーズと同様に、軍用銃をスポーツ銃器へ転用するコンセプトを持つ銃として、イズマス主社が生産している。 RPK シリーズの原型となったアカム及び現行機種 AK100 シリーズの設計を流用した民間販売向けセミオート式ライフルのサイガシリーズが先に生産され広く知られている。しかし後発の強みを活かすことでベープルでは対抗機種のサイガには存在しない機構を盛り込み機能性や安全性をさらに高めサイを図った部分がいくつか見られる。後継 使用弾薬は一般的な12ゲージであり、一般販売向け製品であるため、軽機関銃としての特徴である2脚や、フルオートマチック機構は省略されている。原型の RPK シリーズ自体が AK シリーズをベースとしていることもあり、内部機構に関して、イズマッシュ車製、サイガ12との差異は少ないが、サイガ12は長めのハンドガードを装着することに対し、 ベープル12モロトでは現行型 RPK-74 に順次立ち居さめのプラスチック製ハンドガードを装備する。このため、サイガ12以上に本来の RPK-AK シリーズに近い外部デザインを保っている。サイガ12と同じくボックスマガジン式の球団機構を備え、モロト社で生産される専用8発マガジンで弾薬を装填する。 サイガ12用マガジンを流用することも可能にしているが、逆にサイガ12側でベープル12もろと用マガジンを扱うことはできない構造となっている。作動機構も RPK、AK シリーズと変わらず、超ガスピストン回転ボルト閉鎖方式であるものの、本家イズマシシュ社製 AK 及びサイガ12には存在しないボルトホールドオープン機構を持ち、従来の RPK、 AK よりマガジン挿入口自体も大きくしたことで、マガジン取り付けや交換のしやすさ、安全性も、異が中により高めている。ボルトには、クロムメッキ加工が施されており、元々から軍用として、評価の高い作動機構と、相まって、セミオート式の散弾銃でありながら劣悪な、環境下に対して極めて強い耐久性を有している。 レシーバー上部およびハンドガードにはピカティニーレールが、ショルダーストックも基本的には RPK、AK と同様の折りたたみ式ストックを装備するが、近年のモデルでは M4 カービン系の伸縮式ストックを装備した機種や、銃規制の厳しい国での民間販売向けとして固定ストックを装備させた機種もある。従来の RPK の構造や部品を可能な限り流用しているため、 製造コストは抑えられており、サイガ12と同等の安い値段で販売されている。なお、ベイプルシリーズでは、後継12ゲージのみならず、5.56mm、ナトウ弾や 7.62EX39mm 弾といったライフル後継で、木製ライフルストックを装備した、ハンターモデル、より精密な射撃に適した、パイオニアモデルなどがあるが、410ゲージや20。 ゲージの三段重口径モデルは存在しないなど、全体的なバリエーション数は、サイガシリーズより少ない。430mm のバレルを装備する基礎モデル。バレルには、脱着可能なフラッシュハイダーを装着している。全長線 57mm、725mm、重量 3.9kg。 標準装備のピカティニーレールで様々な標準機やオプションパーツの容易な取り付けが可能な上、シリーズ中では最も軽量かつ短い全長のため、特に軍、警察機関や競技向けのモデルである。バレルを 520mm に延長したモデル。基礎モデルとの大きな違いとして、脱着不能の固定式フラッシュハイダーを備えている点が挙げられる。十七ミリメートル。 1> 8 1 5ト、mm、ル、重量4ラム。最も長い6 8 0ト、mm、ルのバレルを装備し、ピカティニーレールやフラッシュハイダーを完全に省くことで、強い重機性を敷く、国の民間販売条件に適応しやすくしたモデル。全長1 3 0 7ト、mm、ル、9 7 5ト、mm、ル、重量4 2ラム。照準機は、サイガ12などと同様。 専用のサイトベースを機関部側面に取り付けた上で装着可能。ありがとうございます。